キラ農業してます。小さい時から手伝いで住むのしとって自分で始めたのは10年を勤めとってそれ辞めてからだで17年です。今だったら春菊それから大根やキャベツや今です。作ってできるのが面白い、面白いし、うん、好き。まあ、毎年新しい品目は何か作っとるで、毎年毎年同じことで、まあ天候も違うで同じようにはいけへんだけど、それなり苦労していかんだけど毎年毎年でも同じものばっかり秋っぽいで性格が、これ続けていこう思ったらやっぱり目新しいことも入れていかんと長続きせえ。俺と絵描きしとるんで今は美術団体入って、まあ、勉強もさせてもらいながら、そこの会員として絵は描いてますけど、旅行どこ行っても遊んだりはできるんだけど食べるもんどこ行っても美味しない。やっぱり帰ってきて地元で食べるのが一番美味しい。海も近いし山も近いし丹後いうところは何でもあるところで食べ物は美味しい。やっぱり食べ物美味しいとここんなええとこあれんのだで、まあ、都会に出るのもいいだろうし若い人らいろいろと経験するために外へ出てみるのもいいだろうけどもやっぱり、地元の良さいうのは理解していてほしいなと思う。それが伝えたいことかな。